はい、こんにちは。1倍の複素数の方程式の問題なんですけども、これまあ、2番で z の100乗イコール i っていう方程式の解の話してるんで、まあ、見るからにドゥ・ムアブルの定理を使いそうな感じだから、まあ、その流れを見れば、これもドゥ・ムアブル使いたいかなっていう気はするんですけど、ただこれって、i って3乗したら、i の2乗でマイナス1なんで、マイナス i ですよね。そうすると、i っていうのはマイナス i の3乗だから、これって因数分解もできますよね。z の3乗イコールマイナス i の3乗だから、プラス i の3乗イコール0なんで、z 足す i、z の2乗マイナス iz、プラス i の2乗はマイナス1が0なんで z はマイナス i と、これ二次方程式解の公式万能です。係数に虚数があっても万能です。まあ、ただしルートの中に i が残っちゃうと、例えばルート i なんてなっちゃうと、2乗して i になる数っていうのは、まあここともう一個こっち側もそうなんで、ルートの中に i が残っちゃうと、まあそれを、まあ、2つの数の意味を持っちゃうんで、まあそれもちゃんと処理してあげなきゃいけないですけど、これ i 残んないですね。2a 分のマイナス bi プラスマイナスルート i の2乗マイナス1マイナス 4ac だ、プラス4なんで3ということで、まあこれで一応答え出ちゃいますね。で、まあ、ただ、一応、2番を解く流れから言うと、ドゥ・ムアブルを使う感じかなと。z を極形式で、r はもちろん正の実数ですと。絶対値、大きさなんで。cosθ プラス isθ とでも置けば、z の3乗っていうのは、r の3乗。ここでドゥ・ムアブル使って、cosθ プラス isθ が i っていうのは、大きさ1で角度は2分の π ですよね。なんで、まあもちろん r は正の実数だから1で。で、sθ が2分の π でぐるぐる回って構わないから 2nπ と。なんで θ は6分の π 足す3分の 2π かける n と。で、n が1の時が、まあ、単位 n って書くならば、n が0です。0の時が6分の π っていうか、まあ、この答えはもう最初から分かってますよね。3乗するのは、ドゥ・ムアブル使えば、3倍して角度がちょうどここに来るんで、30度のところと。で、n イコール1の時が6分の 5π だから、まあ、ここと。で、n イコール2の時が6分の 4π 足す、よしよし。3分の 4π 足す6分の π なんで、6分の、9π と。なんで、まあ、ここに来ると。で、まあ、これ、丸2番解くときに、丸2番って実は答えだけ、えいやって出そうと思えば出せちゃうんですよね。っていうのは、今ここでもそうですけど、まあ、一般的に、z の何とか乗が、まあ、別に、絶対値1じゃなくてもいいし、虚数でも実数でも構わないんですけど、一つの解を頂点とする正 n 角形、ここでもそうですね。一つの解を頂点とする、正三角形、正三乗だから、が解になってますよ。というのは、じゃあ一般的に言うならば、z の n 乗イコール、r、cosθ プラス、isθ っていう方程式。まあ、ですから、これでも、これって一応全ての数は表せますからね。これが0だったら実数だし、0じゃなければ、とある複素数、虚数。で、じゃあこれの解を z
ットイコール、まあなんかじゃあ Q、コサインアルファプラス、I サインアルファとでもすると、N 乗してこうなるんだから、ドゥーマーブル使って、Q の N 乗が R だし、で、3アルファが、Nα。Nα が N 乗してセータと。で、ぐるぐる回っていいから2、じゃあ Lπ と。なんで、アルファっていうのは N 分のセータプラス N 分の 2πL と。なんで、何か、まず N はこれ別に半径は1じゃなくて、Q はN 乗根 R ですか。なんで半径 N 乗根 R の円周上に答えがあって、一つの、まあなんか解、L イコール0の時の N 分のセータ。一つの解を頂点とする、あとは L に1、2、3って入れていけば、一周を N 等分したものの1倍、2倍、3倍だから、正 N 角形になってます。というのが頭に入ってると、この2番の問題って、エイヤって答え出すだけだったら、Z の100乗が I。なんで、これもですからもう、今の考えで言うならば、絶対値1だから半径1の一つの解は、まあ、100分の、90度、100倍して90度になるんだから、まあ、1度以下の、まあ、この辺に1個解があって、そこを頂点とする正百角形が解になっていて、今聞かれてる範囲っていうのが、実部が2分の1以下だからこっち側で、虚部が正だからこの範囲ですよね。なんで角度にして120度分。なんで一周の3分の1なんで、で、まあぴったりのところには来そうもないから、まあ、正百角形の頂点が何個あるかと。言うとまあ、3等分だから33個じゃんと。まあ厳密にその、33×3 だと99にしかならないから、その1個がどこにあるかは、まあ、ちゃんとやんなきゃいけないんで、ちゃんと計算しますけど、まあ、さっくり答えだけ、えいやって出すんだったら、もう、それで出ちゃうかなと。なんで、まあ、じゃあちゃんとやるならば、なんだ。これの答えを、Z イコール、もう、絶対値は1なんで、R つけないです。コサインセータプラス、I サインセータとすれば、Z の100乗っていうのは、コサイン100セータプラス、I サイン100セータと。なんで、で、これは、これが、コサイン2分の π プラス、I サイン2分の π なんで、100セーターが2分の π 足す 2n 使っていいんだよね。2nπ。なんでセーターが、200分の π プラス50分の πn と。そしたらこの200分の π 足す50分の πn が、今言ったこの範囲なんで、この角度が3分の π、 3分の π 以上を、π 以下と。だからこれも全部 π が消えて、もう単に不等式解くだけですね。50分の N が、こっち来て、600分の200引く3だから、600分の197。で、こっちが、1なんで、200分の190
99には、200分の2、199と。そしたら N は、50倍して、50倍していくつ ?50 が消えて、12分の197以上を、こっち50倍して、4分の199以下と。そしたら、あとはこれを満たす整数 n が何個かなんで、197÷12。77。7個。7個はない、6個、6個。16点何とか以上を、これは、199÷4 は、39ですね。49点なんとかだから、N は、17から49まで。なんで16引けばいいんで、やっぱり予定通り33個になりましたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。